はい、じゃあ始まりましたハイチュのダラダラジオ第120回でございます。で、ですね、まあなんとなくもバレてるかと思うんですけど、今回テーマ暗記のやり方っていうところで、画面すごいブレててごめんね。今回実写です。はい、めっちゃ久しぶりに実写ということで私いますここに。はい、ということで改めてよろしくお願いします。で、今回はですね、まあここに書いてあるこれね、見えなくてごめんね、通り、ここがこっちか、暗記のやり方について説明というか、自分がやってきた方法を、ご紹介したいと思います。で、これをしようと思った理由はですね、今、まあ、相談メールとか、まあ、ツイッターとかでもそうですけど、いっぱいいろいろ聞かれるんですね。で、その中でやっぱすごく多いのが、この暗記のやり方を教えてくださいって聞かれることがすごく多いので、口だけでもいいかなと思ったんですけど、実際に、まあ、今回英単語帳が、ね、家にあったので、まあ、それを使ってこんな風にやってるよ、こんな風にやってたよっていうのを紹介しようと思います。で、ちょっとですね、もし、余裕があったらお付き合いいただきたいんですけど、今回それを説明する前にですね、ここ、もうね、わかんない、ここです、ここです。3行ね、みんな見えるかな？まあ、文章書いてあるんですよ。ちょっと読みますね。1985年3月11日生まれの30歳。東京学芸大学卒業後、営業マンと塾講師を経て、ずれてる、2012年6月1日に YouTube の動画投稿を開始。専門科目は数学、寿司とたこ焼きが大好物。見えない僕らが。iPhone5S を愛用しているが、買い替えようか悩んでいる。っていう文。何のこったってことなんですけど、ちょっとお願いがあって、この暗記のやり方を説明聞く前にね、この文章に載ってることをちょっと覚えてほしいんです。あのね、本気じゃなくていい。あの、こんなこと書いてあったらあがで構わないので、ちょっと覚えてもらっていいですか？動画止めてもらっても構わないので。で、これちなみにこれ俺のただの自己紹介ね。ただの。で、覚えてほしいんですけど、一個だけお願いがあって、2012年6月1日ってとこに紫引いてるでしょ？その2012年6月1日だけは絶対に覚えてください。後で使います。いいかな？あ、でも他は本当に適当でいいからね。まあ、覚えてもらったとして、では本題のね、暗記のやり方、始めていこうと思いますので、どうぞお付き合いください。でもね、長くなって、当てて、長くなってもしょうもないんで、まあ、パパッとやっていこうと思うんですけど、まあ、基本的に質問をもらうのは中学生が多いです。まあ、高校生の子もそうですけど、で、暗記っていうのは、やっぱりこの、今回ね、ちょっとこれ、出していいか分かんないんですけど、これ、家にたまたまあったんで、速読英単語、まあ、高校生用ですね、これはね。で、英単語があって、まあ、単語帳だと。で、英単語を覚えたい、英語の熟語を覚えたい、まあ、古文単語、あとは社会と理科のね、言葉を暗記したい、まあ、暗記っていうか、まあ、覚える、まあ、暗記っていうのは、ものすごいいろんな科目で使えますよね。で、その中で、まあ、どうやってやるか。で、これは今回英単語で紹介しますけど、他の科目でも使うことができます。自分の動画でも使うことができるので、ぜひ参考にしてみてください。ただし、先にご理解いただきたいのは、それがベストじゃないです。絶対そうじゃない。ただ単に、俺が実践してきたやり方の一つ。で、生徒にもやらせてきて、成功事例が多かったもの。でも、成功事例の一つでしかないので、それを真似したら絶対上がるわけではない。けど、やり方の一つとして参考に。ね、してもらえたらと思います。ではね、シンプルです。本当にやることはシンプルなんですけど、例えば、じゃあこれ英単語なんで、最初のページ、1ページに11個単語載って、あんま中見せるとまずいかな。11個単語がずらーって載ってて、まあ、こっちはね、英文、それを使った文章が載ってるんですけど、じゃあ今回目標として、ここの英単語の意味を覚えたいと思います。今ね、書く方じゃなくて意味の方。で、最初ね、トメイトから始まってトマトとか。で、グローブが栽培する、サウスが南のとかあるわけですよ。アメリカが、アメリカが中国とか。で、やってって、まあみんな暗記しようと頑張るじゃないですか。その、やるときには、口に出すのか、紙に書くのか、それは自由です。けど、俺あんまり、紙に書くって行為はさせなくって、例えば、このね、この中何が難しいかな。じゃあ、下の方にセンチュリーがあるから、まあ1世紀、2世紀の世紀ですね。センチュリー。で、センチュリーを覚えたいとしたときに、センチュリー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 っていっぱい書く子っているんですよ。で、それが悪いとは思わないんだけど、よく生徒に言ってたのは、2回しか書いちゃダメだよって。2回で必ず覚えるように集中してやってみ、みたいなことをよくやっていて、10回とか20回書くのって、小学校の時からさ、漢字20回宿題だよとか、漢字1行やってこいみたいなことっていっぱいあったので、今の子、まあ今の子って俺たちもそうだったけど、いっぱい書くっていう行為が、
普通になってたりするのね。で、いっぱい書くことが勉強っていうふうに思って、それももちろん勉強になるんだけど、手を動かしてるしね。なるんだけど、書くっていう作業だけになってしまうと、それはもう本末転倒で意味がないと。だったら、少ない回数でしか覚え、少ない回数しか書いちゃいけないんだよっていう縛りをつけた方が集中するので、で、覚える。で、もちろん、長い単語とかだと2回で不安だった。先生、ちょっと2回で不安なんだけど、じゃあちょっともう一回だけ書いてみとか。それはありだよ。全然。2回しかダメだからとか、そこまでは言わないですけど。そう。っていう感じで、まず書くとしても少ない回数のが、俺はいいかなとは思います。で、実際覚えましたと。1ページ。で、まあ大体ね、単語帳はこういうのがついてるので、隠してやってみる。で、口で出すのでもいいし、テストに関しては紙に書いてもいいと思います。上から、トメイト、トマトとか、グロウ、栽培するってこう隠しながらね、サウスが南のって、アメリカがアメリカ、で、全がとかやってていいんだよ、全然。で、どっちでもいいんですけど、口で言うか紙でやるかわからないけど、テストをしてみる。で、こういうのを俺、自分テストって言うんだけど、自分でテストしてるから。で、自分テストをして、このページ OK になったと。そしたら、まあ、ほとんどの子は次のページ行くじゃないですか。ページをめくって、次のページ。で、この参考書は次が、短文が入ってるので、ちょっとここ飛ばしますね。で、次行ったら単語は次5個あると。で、じゃあ次これやろうっつって、また同じようにやっていく。暗記をすると。まず、イタリアンがイタリア人で、とかってやっていくわけだよ。で、やり終わった後に、よっしゃ、じゃあテストするべ、っつって、1個目、イタリアンがイタリア人で、ノースが北のとかね、やって。で、全部やって、おっしゃ、できた。ってなった時、ここがポイントで、これなったら、おそらくほとんどの子は次行きますよね。はい、3ページ目、つって。でも、俺はそうじゃなくって、2ページ目誤爆したら、1ページ目に戻ります。で、1ページ目はもう、見る間もなくすぐテストします。自分テスト。で、やってみる。で、これで、全部覚えてれば OK なんですけど、今ね、数があんま多くないんで、これ多分いけるかもしれない。けれども、意外とやってみるとですね、1、2個抜けます。人間の記憶ってそんなもんなんで。そう。だから抜けてしまうので、それをもう一回入れ直す。あれこれなんだっけ、全、その時か。やっべーみたいな感じで。でもいいの。それはやべーで全然。で、覚え直して、で、もう一回やってみる。で、テストしたら OK だった。よしよし、OKOK。って言って次どこ行くかっていうと、さっきテストしてやってもう一回行くのに。そう。イタリアンからね。やって、ノースってやって、モースとかやっていくわけだよ。で、ここ OK だった。で、もし抜けてたらもう一回入れ直して、OKOK。できたできた。じゃあ、1、2ページ OK だから、じゃあ次行こうってやってきます、俺は。3ページ目。これ非常にめんどくさく感じます、きっと。はぁ？みたいな。そんなに繰り返してどうすんの？みたいな。よく言われるんですけど、自分のね、勉強する上でのモットーっていうのは、一回頭に入れたものを抜けることほどもったいないことはないと思ってるの。だって、例えば1時間かけて単語を50個覚えたと。みんなが頑張ってね。でもそれが、1日経って起きた時に、30個、40個抜けてたら、ほぼ1時間が無駄になってしまう。でしょ？だったらその1時間抜けてね、どうせ抜けてしまってるんだったら、その1時間ゲームしてろって話なんだよ、俺からすれば。好きなことやってた方がいいんじゃないのって。で、俺はすごいそう思いながら勉強してたんで、とにかく頭に入れたものを抜かないっていう。もう、もったいないっていう。そう、その精神だけでやってたらこうなった。行き着く先がね。で、これはですね、もちろん俺は脳科学の専門ではないので、もしかしたら専門の方に言わせれば、何を言ってるんだってなるかもしれないけど、大学の時に勉強したことがあって、短期記憶と長期記憶ってあるんです、人間。大きく分けると。短期って短い期間の記憶。長期記憶は長い期間の記憶ね。で、短期記憶っていうのはその名の通り、短い期間の記憶なんで、すぐ忘れてしまうもの。でも長期記憶っていうのは長い期間覚えてるもの。例えばみんな自分の名前は忘れないでしょ。友達の名前とか、好きなアイドルの生年月日とか多分忘れないと思うんだよ。ね。嵐の誰かが好きで誕生日いつとか言えると思うんだよね。好きな人とかだと。で、そういった感じで長く覚えてるものにしていきたいと。で、勉強っていうのは基本的にやりたくないからみんな。そう。だから、ほとんどが短期記憶で終わってしまう。だから、例えばみんながテスト前に勉強したじゃん。ね、期末テストとか、中間テストの前に勉強したことって、テストが終わって2週間とか経ってると結構忘れたりするんだよね。あれ、この公式なんだっけとか普通にあるわけだよ。で、それっていうのは、一回覚えたものが短期記憶で止まってしまってるので、どんどん抜け落ちていく。記憶ってのはどんどん落ちるからね、こうやって。時が経てば経つほどに。だから、こういう英単語とかは、
今日覚えたら明日まで覚えてればいいものじゃないじゃん。受験当日に使えなきゃいけないんだよ。でそれ何ヶ月も先でしょ。今だったら、まあ、センターの子だったらもう来月になっちゃうけど、高校受験だったら2ヶ月3ヶ月、まあ、そのぐらい先の話なんだよね。まあ、私立だったらね来月とかにもなるけどさ。だから1、2ヶ月持たせなきゃいけない。そのためには短期記憶で終わらせずに長期記憶に持っていく。それはどうするかって、もう短期間で繰り返しやるしかないの。何回も脳に入れ直すっていう。そのためにまずさっき自分テストを戻ってやる戻ってやるっていうのをやっていく。で話を戻すと3ページ目行きました。1枚はコールから始まるね、呼ぶとか。で次は enjoy から楽しむみたいなでなっていくんだけど、でこれもやりましたと。でテストしてコールが呼ぶで enjoy 楽しむみたいな。で OK 全部できたって3ページ目。じゃあ次どうするって1ページ目戻るんだよね俺はね。1ページ目2ページ目3ページ目で全部 OK になったらじゃあ4ページ目っていう風にやっていきます。でこれが英単語じゃなくて他の科目でも、例えばじゃあ自分の動画で歴史、地理、公民とかを勉強してくれてる方がいらっしゃれば、例えば公民を例えにあげると、じゃあ動画1個目やりました。多分俺の動画だと、まあ、10問前後1個ありますよね、穴埋めが。それをやってみる。で覚えた。で自分の動画を戻してもらえばテストができるので戻したと。で戻して確認してテストねしてもらって、まあ書いてもね口で言っても構わないですけど、まあ、口で言うのはちょっと難しいかな。書いてもらってテストした。OK。じゃあ次の動画、覚える、テストする、OK ってなったら、やっぱり戻るんです、1個。で、1個戻ってテストする。ってやっていく。同じ要領だね。で、3個目に行ったら、1個目、2個目、3個目テストして、全部 OK になったら、じゃあ4個目行こうね、みたいな感じでやっていきます。しんどいっすよ。はい。必要以上に時間がかかるんですけど、やっぱりいろんな子に、本当にいろんな生徒にやらせてきた結果、もちろん 100% じゃないっす。これは。申し訳ないけど。100% ではないんだけど、すごい遠回りをしてるように見えて、こういうのをやらずにどんどん抜け落ちてくる、ね、抜けてしまう子に比べれば、最終的に残るから記憶が。頑張った分だけ。そう。なので、自分はこういう風にやらせる。だから最終的に残った方がいいんだから、知識は。そう。っていうふうにやってました。そう、これが暗記のやり方。すごく大変だよ。時間かかるけどね。で、もう一個ポイントがあって、これ、まあ、例えば英単語とか暗記ものはそうなんですけど、できれば平日学校がある日は、家に帰ってすぐやった方がいいです、暗記を一回。で、すぐやって、夜寝る前に同じものをもう一回やります。例えば英単語を4ページ分、家に帰ってすぐやりました。4ページ分ね、覚えたと。でその後に普通にまあテレビ見たりとか他の勉強したりね、ご飯食べたりお風呂入ったりするじゃないですか。で、じゃあ夜勉強しようってなった時に、そのタイミングはどこでもいいです。初めなのか勉強の最後なのか構わないんですけど、もう一回同じとこをやるの。5ページ目に行くんじゃなくて1ページ目から4ページ目をやると。それも抜けるから結構。でも抜けてるのもいいの、抜けたって。全部は抜けないから、先に全部抜けてたらちょっとね覚えるのもうちょっと頑張ろうかってなっちゃうんですけど、でも何個か抜けてたらそれを覚え直せばいい。で、よっしゃ今日やったもんできたってなったら、まず寝る前に頑張った自分を褒めてください。よく頑張った4ページって。で、できたら、これもね、大変なの分かってんだけど、次の日起きるじゃないですか。朝同じところ、ちょっと朝時間ないんだよねみんなね。時間ないの分かってるんだけど、同じところをさらっとでもいいから見てみる。テストしてみる。1ページ目から4ページ目。っていう感じで、本当に短い期間で同じとこを何回も何回もやっていくの。で、これは4ページやったら次の日にね、5、6、7、8ってやっていくとどんどん大変になっていくんですけど、そういう風にギュッて詰め込んだ暗記をやっていくと、どんどん長期記憶になっていきます。で、自分のね、ホームページが、ごめん、すごい長く話しててごめんな。ホームページがあるんですけど、実は、数字の19に、アルファベット CH、塾チャンネルって言うんですけど、おそらく、Google でも Yahoo でも、数字の19に CH って打ち込んだら一番上に出てきます。塾チャンネルっていうのが。で、それは自分の動画リストが一覧になってるっていう、まあ、作っていただいたホームページなんですけど、で、そこに、動画一覧表って言って、こう、例えば高校の数学とか、まあ、中3数学なんでもいいんですけど、全部こうやって一覧に載ってるのね。で、そこに動画のタイトルの横に、1回目と2回目って日付書くとこがある。そう。で、それはね、お願いして1回目、2回目を作ってもらったんだけど、1回目にいつやった？基本的に自分だったら暗記できた日、OK になった日を1回目に書くじゃないですか。で、書いておけば、
いつやったかが大体忘れちゃうから、いっぱいみんな勉強しなきゃいけないから、この動画いつやったっけってなっちゃうので、できた時にメモっておく。何月何日、今日だったら12月の今何日、12に13なのかな、12か今日は、ってなると。でまあ翌日でも構わないんですけど、例えばその一覧表を見て、あ、これ1週間前に暗記したやつか、ちょっと1週間経って怪しいな、もう一回やってみるかみたいな、でチェックしてみる。でやっぱり1週間経つとやっぱまた抜けるんだよね。でもその短い1週間っていう期間でもう一回入れ直してるから、どん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 長記憶に持っていけの、持ってこない、持っていけるの。そうっていう感じのためにやっぱり一覧表も作ってるので、まあ普段からね塾チャンネル使っていただいた方はもちろんそれで構わないですし、もしあそんなの知らなかったっていう方がいれば、その辺もちょっとね見てもらえれば有効に使えるものだとは思いますので、下にリンクも貼っておくので、ちょっとね覗いてもらえたら嬉しく思います。ではね、長くなりましたけど、暗記はまあこんな感じでやっております。もう時間がないっていうのも非常にわかる、非常にわかるんですけど、あれもこれもって薄く勉強してしまって、結局あまり残らなかったとか、一番本末転倒、それもったいないので、であれば今優先なのがみんなにとって英単語なのか、理科の暗記なのか、社会なのかわからないです。それはみんなが自分でいろいろ考えて身近な人に相談して優先順位をつけてください。で優先順位をつけた上で、これを覚えるんだって決めたら、もう覚えたものを抜かない勉強をぜひやって、みんながね志望校に受かることを願ってますので、もうちょっとなんでね、頑張っていきましょう。では最後にですね、最初に暗記してもらいましたね、はい。ここでですね、ちょっと最後にやりたいことがあって質問します。みんなにこう覚えてもらいましたけど、その中でも紫で弾いてた YouTube の動画投稿を始めた日、ね、これ覚えてねって言ったやつです。さあみんな言えるでしょうか。ちょっと考えてね、言える、これ多分言える子の方が多いと思うんですけど、多分まあ、答えを先に言ってしまうと、2012年の6月1日を覚えてねっていう話をしましたね。合ってたでしょうか。でなんでこんなことやってるかっていうと、次質問いきます。質問2です。じゃあ次いきます。そこに書いてあった私の誕生日いつだったでしょうか。さあ出てくるでしょうか。これも出てくる子、出てこない子が出てくると思う、いると思うんですけど、おそらくさっきの動画投稿の日よりは減るでってほしいね、減ると思います。ちなみに答えは1985年の3月11日が私誕生日なんですけど、でもう一個だけいきます。質問3です。塾講師の前、私は何をやってたでしょう。塾講師の前に私は何をやってたでしょうか。はい、わかるかな。これですね、答え見せようか。じゃん。でも、自分が見えねえっちゅうね。どこだどこだ、ここか。こっちか。はい、一番上の右側ですね。塾講師の前は営業マンをやっておりました。いいでしょうか。もう携帯になっちゃった。はい。ということで、なんでこんなことをやったかっていうと、もちろん3問全部ね、正解できた方もいらっしゃれば、2問、1問全部忘れちゃったって方もいたと思います。ですね、これは、さっきも言ったように、我が家は統計を取ってないですけど、基本的にこのスタイルでやると、最初の動画投稿を始めた日、2012年6月1日、これが正答率が一番上がります。それだけを覚えてたって方もいると思います、きっと。なぜかっていうと、自分が忘れないでね、覚えておいてこれだけはって念を押したんです。そうすると何が起こるかっていうと、みんなの中で、あ、これ覚えておかなきゃいけないんだって意識するんだよね。そう。だけど他のものは別にいいよって俺がわーっと言ってるので、そんなに意識をしてない。でこれ何につながるかっていうと、さっきの暗記につながるんです。ここまで極端じゃなくていいとは思ってるんですけど、例えばさっきの英単語を覚えましたね。覚えた後に、その例えば夕方にやってって話をしたでしょ、家帰ってから。で夕方とかにやるじゃないですか。でそうするとその後に今ご飯があってテレビがあってって、その時って意識してないと忘れるんですよ。でも意識してると人って忘れにくくなる、物事っていうのは。で何をしてほしいかっていうと、例えば英単語の暗記したでしょ。でやっぱり英単語の暗記でも社会の暗記でも理科の暗記でもどうしてもね、なかなか覚えられないのが出てくるんだよ。いやなんでまたこれミスってんだけどみたいなのが出てくる。その時に自分がこの単語、この言葉、この計算、何でもいいです、これまたミスったよって思うものを、じゃあミスったってことは忘れやすいってことなんだよ、自分自身が。それを覚えておいて、その後の食事の時も、例えばテレビを見てて CM の時でも構わないです。
テレビで面白いの見ながらそれを思い出す必要はないと思うけど、ふと思い出してほしいの。あ、さっきすげえミスってたあの単語の意味なんだっけ、あーそうそう、あれだら、オッケーオッケーオッケー、覚えてる覚えてる、みたいのをちょっと意識するだけで人の記憶ってどんどん入っていく。抜けやすいものが抜けなくなっていく。英単語、夕方に100個覚えて100個意識するのは難しい、確かに難しいけど、自分が抜けやすいもの、失敗しやすいものっていうのを意識していくだけで、自分がテストの時に失敗しにくくなる。それだけでね。っていうのをしてほしい。だから意識をすれば忘れにくくなるんだよっていうのをやりたくて最初にこれやりました。これだね、その2010年6月1日を忘れないでねって意識をすると。で、他のものをそんな意識しないとやっぱり忘れててしまうので、そう、どうでもいい内容とかだとね、やっぱり。だから、まあそんなことも意識しながら、しんどくはなりますけども、やってもらえたらと思います。で、初めにも言ったように、これは一個の事例です。自分がやってきたこと、自分自身がね、やってきたことで、生徒にやらせてきたことの一つです。ただの。これがベストじゃないです。だから、みんなにとって、もっとね、自分に合うやり方があるんだったら、それを崩さないでください。ただ、参考に、あ、そんな意見もあるんだと、そんな考え方もあるんだと、いうものとして受け取ってもらえたらと思います。すいません、10分、おかしい、10分目で終わらせたんですけど20分も話しちゃいました。はい、どうも、聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回のねダラダラジオは通常となりますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。もうじゃあ今回はこれで終わります。この形で終わるのちょっと恥ずかしいですけどね。じゃあ今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。